電バンドと言います。そのように分かる方、基本バイク野郎でございます。バイク野郎で、映画ミュージックをやっていた、そういうバンドでございます。今最初の曲ですね、これ1978年学園ミュージカル映画ジョン・トラボルタ&オリビア・ペッタージャン1978年2番目に出たアルバムさんで独創でございます。これグリース、頭を固めるグリースだそうでございます。続きまして、次の曲でございます。次は、皆さんよくご存知、1985年、またちょっと噛んじゃった、全米シングルナンバーワン、いきましょうか。パワーオブラ、おお、すごい。次の曲はですね、2005年、
日本の日本の映画でございます。これで言うと、なんか2005年に2週3週目興行記録を作った映画だそうでございます。昭和の曲でございますね。大田区店長、ぼちぼちよろしいでしょうか。昭和とちゃいます。昭和です。曲的には昭和、そうです、はい。じゃあ、大田区店長のギターからどうぞ。出た。Yeah.
ありがとうございます、オールウェイズ続三丁目の夕日の主題歌ですね、花の名バンプブチキン2005年の曲でございました。ちょっとしっとりさ、曲が来ましたので次からはですねちょっと元気よく賑やかくちょっと盛り上がっていきましょうね。次の曲、1984年皆さんおいくつだったでしょうか。私生まれてますか皆さん。生まれてません。なんで笑いが起きるんだろう。そうや、そうや、私は。そうや、そうや、そうや。誰ですか。はい、次の曲ですけど、1980年ロック禁止の中で卒業パーティーで地を貸しするそういう映画でございます。ビルボード3週連続1位フッチュルース。ありがとうございます。
ましょう。続いての曲ですけど、北九州が生んだ漫画家といえば、はい、松本零士さんがいらっしゃいますね。これが聞かれたら分かりますよね。ということで、どうですかね、ぼちぼち40年ぐらいの前の作品になってくるのかな。オリコンにベスト10で1位でした。いきましょうか。はい。芦屋の工具祭ですね。すごい、T4 っていうか、ちょっとね、すごかったですね。で、それ見ながら、あ、今日はやっぱこの曲やらなきゃいけないっていうか、やるんだなと思いました。1986年のアメリカ映画でございます。アメリカ海軍戦闘機パイロットの青春群像を描いた航空アクション映画というふうに書いてありました。これ、
ケニー・ロギンス&トム・クルーズを一躍有名にした映画だそうでございます。ちなみにあの映画撮る時には本物のエンタープライズと F14 トムキャットを使って撮影したそうでございます。そうだった。そうなんですよ、すごいですね、アメリカっておかしい。で、今の1位でした。はい、行きましょう。面白い。現在でも売れ続けて2500万枚ぐらい売れるそうでございます。はい。